ーダーの城も中盤戦に差し掛かりました。次に対するはエンジュジムの面々です。最初の相手はイタコの竹です。バトルに悟りを求めたその精神力に押されず頑張って勝利をものにしたいところ。3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。さてここで一発、当たった、バズバズのダメージ、なんと滅びの歌だ。これでどちらのポケモンも3ターン後には滅んでしまいます。白熱したバトルが続いております。ここで波乗りだ。よし、ヒット。ここでノックアウト。さあ、この強力なポケモンの最新撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでゴースの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。
さあ、熱戦が続いております。ここで最速技術、効果は抜群だ。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。マズバとのバトルです。さあ、必要に攻めてくるゴーストタイプのポケモンを倒して先へ駒を進めたいところ。さあ、手始めに急所にヒット。おっと、早い！いきなりダウン！さあ、一方的なバトルになってしまうのか。ここでゲンガーの登場だ。現在のところ、残るポケモンは3対2。さあ、今度は小さなダメージ。ここで地震攻撃、これは有効だ。ここでダウンです。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでウトッキーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。強い攻撃、これは効いている。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。ジムバトルまで駒を進めてまいりました挑戦者。まずは空手用のタクマが相手です。今準備が整って、激しい攻撃、逆転を打っていた。もっと地中に潜った。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで太鼓技術、おっと当たりません。さあ、ここで軽く一発、あざやまだ余裕シャクシャク、朝や疲れを見せております。ここで一発、よし、
ヒット。カットダウン。今のダウンでポケモンの入れ替えが行われます。ここでダグトリオの登場だ。さあ、熱いバトルが展開されております。ここで波乗りだ。狙い的中。あっと、一発の攻撃でダウンだ。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでニドリーノの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1。これで決まるか。入った。これで残るポケモンは0となりました。ここで試合終了。簡単にノックアウトされてしまうようではポケモントレーナーの名が下ります。ここで波乗りだ。これは効いている。試合開始早々いきなりダウンだ。はじめから大変なバトルになっております。ここでニョロボンの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。鋭い攻撃。これは有効だ。さあ、これは、あーっと混乱した。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここでサイコキネシス。おっと、ダウンだ。さあ、一方的な試合が展開されております。ここでゴーリキーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ、熱戦が続いております。ここで混乱が解けたようです。おーっと、大接近。これで勝者決定です。ここでステージクリア。